こんにちは、旅家です。旅する暮らしに憧れて、軽トラックの荷台に家を建てました。小さな家の小さな旅の物語、一緒に楽しんでいただけたら幸いです。山あいにある温泉にやってきました。まずは温泉行ってきましょう。ふう、気持ちよかったです。夏の温泉って格別ですよね。近くの道の駅に移動します。今回の旅、夏の車中泊にもってこいの秘密道具を持ってきました。水流マットです。ケンキャンさんたちが紹介していたのを見て、私も買ってみました。スイッチを入れるとファンが回ります。下に水が入っていて、このホースを伝ってマットに水が流れるという仕組みです。リモコンで強弱も変えられます。このホースを伝ってマットの中に水が流れている状態です。果たして涼しくなるんでしょうか。今夜試してみます。実際動かしてみるとすごく涼しい。何でしょうこの感覚。水の中に入っている、そんな感覚です。その他、夏対策に扇風機と網戸をセッティングしていきます。では、夕飯を作っていきます。
たぬき感の強い一人用土鍋でご飯を炊いていきます。紙のシートを敷いておくと洗い物が楽になります。お米は 0.5 合ほど。水は目分量で入れていきます。このくらいかな？ OK ですね。固形燃料を使ったほったらかし炊飯をやっていきます。青い固形燃料は20分ほど火がついてくれます。待っている間におかず作りをしていきます。今日は麻婆豆腐。まずは豆腐を切っていきます。フライパンの上に敷くシート、カインズで買っているんですが、黒いものができていました。
を入れて炒めていくだけなのでとっても簡単です。こちらはとろみの素です。水このぐらいでいいかな。麻婆の素、だいぶ赤みが強い。辛そうですね。ここに豆腐を入れていきます。とろみの素を入れていきます。あれ？ちょっとシャバシャバですね。シャバシャバしていますが、完成です。ご飯もちょうど炊けたみたいです。
ご飯の上に盛り付けて麻婆丼にしていきます。ではいただきます。辛み結構ありますが美味しいです。夏はやっぱり麻婆ですね。美味しかった。ごちそうさまでした。片付けをしていきます。夜のお供はミックスフルーツゼリー。美味しいです。ではいただいたコメントを読む時間です。網戸はつけないのですか。今回のようにシート式の網戸を使っています。でも完璧ではないので虫はやっぱり入ってきてしまいます。コメントありがとうございました。あなたもぜひこの旅の思い出に何かコメントを記していってください。さてお待ちかねの就寝モードに切り替えていきます。水流マットの威力どのぐらいのものでしょうか。
はスイッチオン。涼しい。ちょっと寒いぐらいな感じです。では、おやすみなさい。夜になると気温もぐっと下がり、とても寒かったです。結局布団をかぶせました。水流マット威力強烈です。ただファンの音は少し気になります。もう暑すぎて我慢できない時に水流マット活躍するかなと思います。朝食を作っていきます。朝は卵のホットサンドです。
両面焼き上がりました。卵のホットサンド、完成です。いただきます。うん、おいしい。オーソドックスな卵サンド、最高です。ごちそうさまでした。今日の物語はいかがだったでしょうか。小さな家の小さな旅の物語はこれからも続きます。チャンネル登録やベルボタンをクリックして最新話もぜひご覧ください。X、Instagram、TikTok なども運営しています。ナレーション付きのサブチャンネルや ASMR チャンネルもあります。ぜひ概要欄からご覧ください。それでは次の旅でまたお会いしましょう。ではまた。